皆さんこんにちは。今回は、新しい星5武器と配布星4武器が発表されたので、こちらは、性能や相性の良いキャラを考察していく動画になります。よろしくお願いいたします。まず、武器の性能を振り返りますと、基礎攻撃力は608で、サブは会心率 33.1%。アヤトのモチーフのハランと同じ武器ステータスですね。そして、武器効果が3点あって。一つ目、元素スキルが命中時攻撃力アップ。続いて、ダメージを受けた時攻撃力がアップ。そしてこの二つは待機中でも発動します。さらに3個目、シールドがない時 HP 上限がアップします。はい、それでは武器効果に関する考察。1スキルが命中時なので、設置型のディシアのスキルと相性がぴったりですね。また、表はともかく裏からスキルヒットできるキャラは、深淵が他だと唯一該当します。2ダメージを受けた時攻撃力アップとのことですが、裏からでも発動できる、ということで侵食にも対応していそうですね。3シールド状態ではない時について、こちらは、伊佐坂先生でも疑問があります。まず、北斗の爆発はどっちでカウントされるのか。おそらく発動矢印シールド展開の手順なので、1突爆発のシールドには HP アップが乗っていそうですが、判定がどうなのか実装後検証がいりそう。そして、この HP 上限アップは、割合変化なので、毎回回復するわけではなさそうです。また、控えにいるキャラクターはシールドがない判定なので、例えば勝利を編成していたとしても、ディシアが控えにいる場合なら、HP 上限はアップしてるはずです。ただ、ディシアが表で殴るときはシールドがあるとバフがありませんね。とりあえず、まとめるとこんなもんです。1はヒットなので、シールド中の敵に当たっても発動しますね。それでは相性の良いキャラを考察していきます。まずは、北斗。おすすめ度としては低いですが、会心率を増やして、不足しがちな攻撃力を増やして、1突のシールド耐久値を上げられます。もちろん、爆発発動時にはシールドがないからバフが乗る前提ですけど、冠を攻撃力とかにすれば末路と条件はほぼ同じになります。ですが、末路の HP30% 以下の敵に攻撃が命中の部分。そこで、末路より劣る可能性があります。理由としては足海のしるべの第二の効果のダメージを受ける。という部分を安定してトリガーできるかは若干怪しい。でも、意外とスクロース編成だと北斗ダメージ受けてたりするから問題ないだろうか。あとは KQM 見た感じですと普通にダメージだけ見れば気候体験が一番高いようなので、それを超えない可能性は高そう。検証次第ですが、現在はシールド耐久考慮用武器ってイメージです。続いて、ディルック。ディルックは、攻撃力をメインとするアタッカーなので、相性としては良いと思います。ゆくあきとベネットとスクロースや風と組んで、昔ながらの編成を使えば、条件は緩くいけると思います。ただ、突破が率なので武器に率がついていても、末路から付け替えるほどかと言われると若干怪しいラインですね。最後はヨルア。勝利なし編成で使う場合はいけそうです。後半でクルミカが回復能力を持っているので、ミカの性能次第な部分もあると思います。ですが、他キャラの武器がモチーフ武器を超えることなんて、あんまりないので、エウルアにつけたい方は素直に復刻を待つ方がいいかもです。さすがに 3.6 では来るんじゃないでしょうか。まあ、未来的な話を置いとくとすれば、詳細不明のミカを抜きにして考えると、勝利に依存する部分も大きいので、優先するほどじゃないと思います。個人的な総評ですが、まず、未来的な話を抜きにして考えると、ディシア用って感じがすごい。会心率武器が欲しいなら気候体験でいい気がします。というか、気候体験がコスパ含めてずっとかなり強い武器なので、終焉とかあんな感じの武器じゃない限り、率先して引く武器でもないと思います。末路も強いですからね。あと、単純に両手剣キャラが全体的にマイルドです。編成に組み込まれる両手剣キャラがあんまりいません。この武器はサブが会心なのである程度誰でもつけられますが、ディシアはわかりませんが、
そもそも装備したキャラが基本的に編成されづらい。現状の両手剣最強候補は1ですし、1に合うわけでもないので、引いてもいいけど、おすすめはしない感じですね。工場落ちするキャラのモチーフなので、サイキックアップへの望みは薄いので、希少性はあります。水共鳴が HP アップなので、フォンテーヌでは HP 参照両手剣キャラが、出る可能性も高いですが、自分の動画は基本的に自家、登場時の評価になるので、飛行体験があれば無理してまで引く武器ではないかなと思いました。それでは、配布武器について。はい、オシャンティ両手剣ですね。3.5 のウィンドブルーム祭をやれば報酬でもらえる配布武器です。基礎攻撃力は565、サブは熟知110。この前のブリブリー祭で配られた風神の矛と、同じ内容なので、貫突すれば攻撃力 24% と熟知96になると思います。熟知と攻撃力を増やしてくれる汎用系武器ですね。効果も超シンプルですので、特に補足しません。強いて言えば、生涯の素材取るの人によっては大変そうだねくらい。では、相性の良いキャラを考察考察。まずは、超運。完全にこの前のマグロと役割が被りますが、妖怪運用するのであれば、熟知はかなり大事になります。ですので、基礎攻撃力と熟知が高い配布武器は妖怪超運には良いと思います。爆発も40族なので、比較的回しやすいですしね。爆発は全ヒット妖怪可能なので、オシャンティ両手剣超運くんに期待です。続いて熟知レザー。環境的にレザーは超開花や烈開花で使った方が強いです。ですので、熟知を上げつつ攻撃力を上げられるということは、レザーの反応ダメージを上げられます。ただ、ウサイも熟知レザーと相性が良いので、熟知レザー作りたいけど、ウサイ強化だるかったって人にはいいかも。期間中は経験値 1.5 倍ですからね。次は熟知左右です。配布武器が歴代で最も熟知の上がる武器となります。ですので、熟知武器イコール左右。安直に左右にも合うと思います。左右の回復量は熟知に依存するので、回復量増やしたり、普通に拡散ダメージを伸ばすならおすすめです。そして、ディルックも良いと思います。熟知が上がるので安直に蒸発するなら相性が良いかと。ただ、ディルックも蒸発するならウサイで割と良かったりするので、レザーと同じようなイメージですかね。烈開花ディルックでも同じような感じかと思います。ということで、3.5 追加武器についてでした。いかがだったでしょうか？皆さん的にはどう評価しましたか？教えてください。以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。